はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、株の話をしようと思ったんですけども、高校野球でですね、僕、田舎が三重県なんですけども、自分の、母校がですね、優勝したんでよかったなという話をしたいなと思ってます。で、まあ、高校、なんですかね、まあ、田舎の高校って結構、一類、二類、三類みたいな感じで分かれてて、マンモス校なんですよ。で、言うたら、まあ、スポーツができる子は、こう、全国からちょっと読んだりとかして、で、まあ、言うたら、進学する子は、進学用のコースみたいなのがあって、そっちで分かれてるんですけども、やっぱり高校野球とかとなるとですね、応援に行くみたいな感じで、やってまして、僕も、高校が、甲子園に行った時は、卒業してからですけど、何回か、応援行ったことがあります。で、なんか、こうなってくると、やっぱ高校時代の思い出っていうのを結構思い出したりしてですね。で、まあ、なんだ、まあ、個人的にはね、もう初デート22歳やったんで、もっと高校の時に、女の子と仲良くしといてやろうかったなっていうのはめっちゃ思います。はい。で、まあ、交換留学で、アメリカじゃないな、オーストラリア行った時も、すごい好意的にですね、腕組んでくれたりした女の子がいたんで、もう、はよ付き合えばよかったなっていうのは思うのが一点と、そうじゃなくて、普通に学校でもね、一人こう、結構こう、なんだろう、ぎこちないカットインをしてくる女性がいたんで、なんかその子多分僕に好意があるんやろうなと、ただ、僕は全然タイプではなかったんですけども、なんか、なんていうんですかね、気使ってくれる感じが、すごいこう、良かったなっていう印象があったので、その子に告白しとけばよかったなというのが一つと、あとはもうもっと勉強しとけばよかったなっていうのはありますね。僕自身が中学までそんな、なんだろう、テレビとかもあんま見なかったんで、なんちゅうんですかね。世間が狭かったんですよ。もう言うたら、いい高校に行って、いい大学に行くぐらいしか考えてなくて、で、周りのテストやって、で、テニスやってっていうぐらいだったんですけども、まあ、コンビニに行くことすらなかったんですよ、一人で。で、お小遣いもそんななかったし、まあ、時々、こう、テスト終わりの時にボウリングに行ったり、カラオケも行ってないな、ボウリング行くぐらい、だったんですね。で、高校になってからは、まあ、カラオケになんかみんなで行ったりとか、あと、古本屋が近くにあったんで、とか、あとコンビニが言うたら行く先々であったんで、ジャンプを読めるというのと、あと古本屋で本山ほど読めるんで、勉強そっちのけでですね、古本めっちゃ読んでた記憶がありますわ。はい。アイシールドもそうですし、ロローニケンシンのところもそうですし、あの出会いが、なくて、勉強をしていればっていう後悔はめっちゃあります。おかげさまでなんかいろんな人と話がするときに漫画の話とかでめっちゃ盛り上がれたんですけども、あれ、大学受かってからやってもよかったんじゃねっていうのは思いますね。はい。というような感じで、なんかそういうふうに高校時代のことを思い出したっていうところですね。で、僕自身が、こう、学級委員長みたいなのずっとやってて、なんかまあ、みんなと広く浅く付き合ってたんですけども、まあ、この前高校の同級生とお茶4時間くらいしてて、いや、でも高校時代はあんまり、いい思い出がないなとか、なんか、なんとかくんと、なんとかくんになんかこう、面白くなくてとか、なんか、なんとかくんにいじられて嫌やったとか、なんか結構そういうネガティブな話とか、あったりしたんで、そんなことがあったんやっていうのを僕自身が全然知らなかったんで、まあ、いろいろみんなあんねんなと思いながら、話聞いてた感じですね。僕自身はそんなところですかね。まあ、付き合っておけばっていうのは無理ですけども、とりあえず告白しとけばよかったっていうのと、漫画とか読まずにもっと勉強しておけばよかったっていうのと、あと、まあ、あれですかね、大きいのは、まあ、文系に行っときよかったって感じですかね。僕、高3まで理系で、親父から、言うたら不景気だったんで、僕がネクラだったんで、営業なんかできるわけないやろ、みたいな感じで言われたのと、親父がまあ、理系だったんで、やっぱり理系に行かないともう話にならんで、みたいな。そんな感じだったんで、理系にしぶしぶ進んでたんですけど、私、日本史と国語のレベルが、
半端なく高かったっていうところで、ほぼノーベンで結局大学受験に挑んだ感じですね、分転して。っていうところで、なんかそんなことを考えると、まあ言うたらそういう進路の時に親父の言うことをこう聞かずにですね、ちゃんとやってれば、それなりにもっといいところに行けたかもとか、まあいろいろ思うんですけど、まあたらればですけどもね、もうアラフォーになるんで、なんですけども、なんかもっと違う世界が見えたのにな、みたいなところはやっぱり思うところは、あるかなって、なんかそれを思い出させてくれるのって結構高校野球のその自分の高校が、甲子園に行くか行かへんかっていうのはやっぱ注目するんで、なんかそういうところでこう、いつも、ふっとこう、高校時代に戻るなっていうようなところで、まあ自分の高校が甲子園に行くっていうことと、なんかまあ高校時代ちょっと振り返ってですね、お話しさせてもらった次第でございます。以上です。